はい、皆さんこんにちは、BC ストリームライダーの平間和則です。通称ラマです。今回はですね、このソリッドの飛騨の紹介を少ししていきたいと思います。まずですね、去年からの変更点として、大きな変更点は、普通のキャンバー形状ではなくてダブルキャンバー、少しロッカー形状が入ってます。これをすることによってですね、今回のソリッドは抜群の操作性能と旋回能力を得てます。あとですね、両サイドに MCI プレートっていうメタルのプレートが入ってます。これはね、昨年同様なんですけども、これを入れることによって何がいいかっていうと、もうエッジグリップ、抜群のエッジグリップを得ています。で、僕がですね、ワンシーズン乗りこなしていたわけなんですけども、今回のソリッドの特徴としては、もう一番はやっぱカービング性能ですね。カービング性能で、それに合わせてノーズロッカー、テールもまあ立ち上がってるんですけども、ロッカー形状を少し加えたことによってかなり回ります。深く、すんごい深く回ってきます。あとはですね、カービングを主にしている板なんですけれども、フリーライディング中の板さばきもかなりしやすくなりました。なので、ぜひ皆さんに乗っていただきたいところとしては、オールマウンテン、大きな山、ゲレンデを遊び尽くすような乗り方をしてもらいたいですね。隣にあるのはですね、161の長さのソリッドなんですけども、実際には161の長さよりも少し短い取り回しを感じ取れると思います。なので、操作性がかなりいいです。乗っていて、とても161の板を乗っているようには感じ取れません。ただ板を立てるとですね、スタンス感がキャンバーなのでかなり捉えていくんですね。ギューンと曲がってきます。なので抜群の安定性能を、この MCI プレートっていうのはこの両サイドに入ってるんですけども、六角形状の板のデメリットとしては、もうトップとテールのバタつきなんですけども、プレートのおかげでバシッとこうエッジが決まって深く回ってきます。このカービング性能と旋回性能を持ち合わせたソリッドを、ぜひ皆さんに乗っていただきたいなと思ってます。